よし。お、どう、こう、こうするね。こうするか。失敗したらや大きいのでいく、ちっちゃいのでいくよ。どっちがどうすれば。ちっちゃいのでいく。ちっちゃいのでいくよ。失敗したら嫌だもんね。こう。でこれを。結構振った方がいいのかな。両面全部染み込ませるんだから全部の方がいいのかな。なんか落ちてきそうだよね。でもこの辺はどうなんだろう。どうだいいべ。よし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 、来たべ。こうよ。なんかついてる、割れます。まずこれを入れなきゃダメか。あっつ。こう、こういうこと？こういうこと。こう真ん中ぐらいに置いて、置いて、これ、行く。行く、一番上に行くよ。行くよ。よいしょ。で次これは何もつけないでだと思う。サーモン何もつけないで、なんか落ちそう。あ、なんか落ちそう。やばい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 。落ちそう落ちそう。これ。歩きかないよ。歩き。よいしょ。どうすればいい、どうすればいい。落ちそう落ちそう落ちそう。ミルフォンにかかるように。ちゃんとむずいな。こうだべ、こうだべ。ホタテもこのまんまかだな。とりあえずこのまんまだな。よし。こんなんでさ、この木のくずに、あら置くとこね。木のくずのとこで煙出るんだろうか。やっぱ落ちそう。
よし、見て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 、こんな感じ、うん、よし、閉めまーす。温度計、こう温度計なんか意味あるのか、100度にもなってない。あ、こっからこの横の穴からちょっと見えるね。よし、ちょっとこれで様子見。カマンベールチーズ忘れてたから入れるべ。うん、のなっちゃうんだ。その前に網の上乗っけれるとこあるのか。そう言えばパンパンだって結構。いやいや、いけるな、いけるいけるわ、多分いける、多分知らんけど。上の段、上の段、2つぐらいにしよっか、とりあえず、うん、食べる普通に、っていうか、いや、食いちゃいたった。なんかデロデロに溶けそうな気配も醸し出してるけど、どう思う？まあ、溶けたら溶けたらチーズフォンデュ。溶けたら下にダラダラって落ちる。あ、乗っかんねえかも。乗っかった。あ、なんか溶けてるな。溶けてるな。見て見て見て。溶けて滑ってってる。溶けて滑ってってる。これ溶けんじゃね？ちょ、これやめた方がいいんじゃね？デロって溶けんじゃね？これ。このチーズダメなんじゃない？ほら、なんかもうめっちゃ溶けてるもん、これで。うん。やめて。チーズはやめよ。シャキもいい感じだったね。なんかね、チーズこのまま食べて返せ。食べて。熱くないよ、冷たいよ。全然熱くない。うまい。見るよ。どう？結構まあまあ。いい感じ？まだ？じゃない？まだ？もうちょっとじゃない？もうちょっと。温度が高すぎたのかな。なんか焦げてるね。どう思う？もうちょっとだと思う。もうちょっと？まだ待って。いや、もう。もう行く？もう行く？行くか？よし。ちょっと虫が多かったわ。早速。シャキとか。これいい感じなんじゃない？あ、やばい、身がほぐれ。おお、見た目は焼き。なんか焼きサーモン、焼き鮭になってんな。煙がもっと激しいのかなと思ったけど、なんか煙がそうでもないような気がするんだよな。でも、まあ、匂いがついてればあれか。いただきます。お、食ってみ。何もつけない？何もつ、だって何もつけてないよ、海鮮。一回そのまま行く。そのまま行く？塩とか醤油とかあるぜ。あ、やばい。でもね、ベーコンの匂いがする。あ、下ちゃんとなってんじゃん。匂いがするってことはちゃんと燻製になってんだよ。すげえベーコン。あ、マジ？塩で食うか？醤油か？醤油食う。あ、ここでくっついた。あとだわ。やばいやばいやばい。あ、うん。肉どうだこれ。これ。肉、焦げてはいないよ。ま、もうちょっと待つか肉。さすがに生じゃちょっと怖いからよ。肉は。
これちょっと立つか。ねえ、ちょっと。焼けカスを捨てて。ちょっとそれ難しい。なんかさすがに燻製機専用の機械じゃないから、このなんかあんまり調子がよろしくないんだよな。取り出しにくいっていうか。これで足してよ。こんなもんか。こんなもんでいいか。とりあえず。なんかスペアリーブはちょっとしっかり火通さないと嫌だな。ちょっと箸取ってくんで。うん。一気に。いや、どう、何で、ちょっと塩振ってみるかな。塩振ってみるわ、父ちゃんは。すげえ香り。あ、ほんと。ベーコン。あ、ほんと。早い、この。手の上に乗ってしまう。これ、いただくわ。あ、うまっ。うん、これはね、これはね、カルス単純にホタテがうまい。うん、これはホタテがうまいわ、単純に。うん、こっちはね、香り以外全部焼きだから。うん、まっ。こっち焼き魚だわ。え？こっち完全に焼き魚。え、焼き魚になってんの？うん。あ、でもちゃんと香りはついてるんでしょ？うん。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 そうだね。焼いた鮭だ。でも塩、ちょっと塩振ってみ、うん、うまいよ。ホタテ食べてみな。これかけるよ。もう全部めんどくさい、全部かけちゃうぞ。ホタテうまいわ、返せ。ホタテ超うまい。ただその燻製カッチョ言ったらなんか微妙な感じだけど。ね、燻製っぽい感じはしないね。うん。なんだ？もっと煙があんま出てなかったからかな。ホタテはね、うまいわ。あの、ホタテ本来の旨味が。燻製どうこうじゃなくて、ホタテ本来の。うん。味がホタテだ、ホタテ。うん。うまい。うん。あ、これうまい。いや、ホタテうまいな。うん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 うん、見る、見てみるよ。いや、わかんねえわ。できてんだかできてねえんだか、さっぱりわかんねえな、これ。もうちょい。わかんない。いきますよ。はい。これが最後、これで取り出すよ。なんか煙、これ
煙出てんのかい。たぶん焼き。よし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 。見た目は美味しそう。なんかね、なんかね。ふい。さよなら。おう。どうどう、あ、中までちゃんとアヒ取ってるね。あ、いいね。どうだい、クレイジーソルト美味しいわ。クレイジーソルトが美味しい。ちょっと待って、その燻製的な味は、燻製の香りはないないの。いや、やっぱちょっと失敗したな。煙の量が少ないんだね。ベーコンです。ベーコン、煙もっともくもく出るよね、普通だったらね。こんなぐらい多分ね。いや、これぐらい煙出るよね。た、まず、あの、クレイジーソルトの味が美味しいスペアリブになった。肉も美味しいよ。あ、肉も美味しい。あ、まあ、したらクレイジーソルトが効いてて美味しいから。どうすればいいの、したら。も、いや、あれだね、次やるときはちょっと煙立ってから食材入れようか。いや、そっか、畜生。まあでも美味しく食べれたってことでいいよね。うん。もうちょいの、余りすぎたらもうちょいのけちゃえば。ああ、どうだ、アスパラピザ美味しそうね。問題は、問題は温度で100度切ってしまいました。いや、いい、かつちょっとカメラ持ってて、これをどうオーブンに突っ込むかな。でしゃい、いくかな、うまくいくかな。オープン。下の段でいきます。あ、意外と、あ、意外と、あ、余裕余裕。どう、こんな感じで。よだれよだれでろーんなって頑張って食いすぎてちょっとちょっと様子見るで。これで火は、炎は立ってるから温度上がってくる。だんだん準備はいいだすか。いいだすよ、いいだすよ。もういいんじゃない。ああ、良さげだね。よし、カイゼちょっと。よし。交代、カイゼこれカメラ。取り出します。おー、いいんじゃない、いいんじゃない。網落ちちゃったけど。
いよいよ。Thank you.